はい、こんにちは。豊島区議会議員、くつだりょうでございます。辻島陽子様、安倍様、井上様、三重子様、石黒様、高島様、安志様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方もう複数いらしてですね、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。立憲民主党首選挙開催、政調会長であった泉健太47歳を選出したのであります。まあオワコン立憲のことなどどうでもいいんで注目してませんでした。どうせ枝野とか福山が陰でえばってて陰性すんだろうな。ひょっとすると菅直人とか海江田とか、野田佳彦とかまだいますんで、そいつらもえばってんのかなーって思っておりましたが、泉がどういうやつなのかは未知数ですけれども、政策皆無の立憲の政調会長だったんで、どうせろくなもんではないんだろうなーと推測しております。産経新聞記事、泉立憲新代表の誕生日は7月29日で、岸田総理、志位和夫委員長と同じ。この3人で党首討論か。誕生日が同じ者同士で党首討論かと、産経も記事にしておりました。まあ、この3人ですね、自民、立憲、共産の党首が同じ誕生日とは超偶然もあるもんでね。実は靴沢も7月29日生まれであります。志位和夫、岸田、泉健太と靴沢、同じ誕生日か、7月29日か。この3人と一緒だとですね、まあ同じ誕生日を喜んでいいのか悲しむべきなのか、ちょっと疑問ですけれども、岸田さんもまあまあうまくいってるみたいですけれども、どうなんだろう、部下に意見を言わして一番無難そうなの採用してるっていうような節がないっすか。私にはそう思えんだよな。自分で強い意志を持って信念があってそれに向かって進むリーダーっていうふうに岸田さん見えないんですよ。なんかそれっぽいの、多くの意見の中からそれっぽいの採用して、まあ無難なっていう感じなのかな。まあこのですね、3人公党の代表ですから全員ね、それと同じ誕生日ですから、これはですね、私に公党の代表になれっていう典型であると自分に都合よく解釈してですね、まあ頑張りたいと思います。日本に9つしかない政党助成金もらってる国政政党のうち3つの党の代表が同じ誕生日、私も同じと、ということで、テレビ改革党、改め日本改革党にする予定なんですけれども、それは公党にしたいなと思っております。代表就任記者会見で泉が早速ですね、共産党との協力は単に継続ではなく党として総括しなければならない、総括ですから見直す方針であると、衆院選に向けて交わしたもので現時点で何かが存在しているということではないと、今は何にもないよチャラで、言ってるんですけど、そんなこと通用するのかな。ネットの話です。まあ都合の良い、当選したやつおるんやろ、党割れるぞ、C さんがそんな茶番を許すとでも、 C もう一回言ってみろ、これはこれで最低、騙して議席取ったってことがよ、そんなんで離れてくれるかと思ってんの、共産党は大嫌いだがこれはひどい、という意見がありました。共産党員がですね、ツイッターで泉に大激怒してボロクソ言ってるみたいです。まあ当然ですかね、協力させるだけさしといて見返りはない、今はチャラみたいな。今までの立憲の政策、とにかく反対、自民案に反対が大案と嘘吹いてた、これを仕切ってた政調会長だもんね。やっぱ感覚が
常人ではないなって思います。トップが変わったから今までの合意や協定はチャラ、やり口がですね横の国に非常によく似てんな、前のやつの約束だから俺は知らねえ、あの新しい大統領とかね選挙終わったから何もないってことは票を挙げた共産がですねやらずぶったくりの被害に遭ってるってことですよ。先に支払わして対価を与えてない、選挙終わったからっつってですね共産との約束も平気で破んだから公約も当然守らないですね。先払いさして品物よこさねえ泉をですね共産が許すのかな。共産のあの票のおかげで当選できたって自覚してるですね立憲議員は泉を許すのかな。次の選挙でも共産に協力してもらいたいじゃないですか。こういう連中は、新代表選出でいきなり分裂危機ですね立憲は、共産より議員が出て行ってですね共産に合流し結果的に共産党の議席が倍3倍とかになったらすげえ嫌なんですけど、ちょっとこれは面白そうなんで成り行きを見守るべきと思います。デトックスジャパン。